これぞ超極戦服百鬼馬戦陣突撃。超高速ジェマーだ。細かい生命繊維が高速回転。うわあ、でっかいゴムのバリアだよ。でそのギョも。また一人で先走るから。まったく学ばない男だね君は。あのジャマーを止めなければ手も足も出せないってことか。いつまでも目障りな。今誰が主か教えてやろう。これは星がない。神羅高潔絶対服従。ダメだ、力が出ない。あの輝きに当たると身がすくんでしまう。神羅高潔は全ての生命繊維の上に立つ。これに逆らう生命繊維は恐れおののき無力化する。これが絶対服従だ。通信衛星が捉えた全世界の映像だ。見なさい、世界中の人々がリボックス社製の服を着ている。絶対服従の力を全世界に放つことでリボックス社の服に眠る生命繊維が覚醒。全ての人類は服に取り込まれ、この地球は一枚の布に包まれる。地球は天津種の繭星となり、新しく誕生した生命繊維が待った宇宙に広がっていく。素敵。これこそが宇宙の真理。もう貴様たちに抗う術はない。